おう、ミミ、どこかで見た。おお、ミスターサタン。そう、私がミスター。時に君、この辺りで魔人ブー。おお、そいつ強いんか。よし、オラも行くぞ。この格闘技世界チャンピオン、仕方ない、君も得意。ギャラリーは多い方がいいしな。このミスターサタンが取り戦い。バビディの野望を阻止すべく、バビディの宇宙船に潜入した悟空たち。バビディの配下との戦いの中、ベジータは悟空と戦いたいという一心で、わざとバビディの魔術にかかるのであった。魔人ブーのエネルギーにはしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。行くぞ、殺してやるカカロット。俺は昔の俺に戻りたかったんだ。残忍で冷酷なサイヤ人の俺に戻って、何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。気に入らなかった。知らないうちに貴様に影響を受けて穏やかになっていく自分だ。だからバビディに支配され、元の悪人に戻る必要があったんだ。皮肉はない手段だったが、おかげで今はいい気分だぞ。本当にそうか。くそ、魔人ブーのエネルギーにはしたくない。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。この程度の実力か。がっかりだぜ。さすがだな。あの時のご飯以上のパワーだ。信じない。ほら、あの世相当修行したつもりなんだから。さすがだな。あの時のご飯以上のパワーだ。フルパワーになった。魔人ブーがフルパワーになったぞ。ついに魔人ブーの復活だ。待て、ベジータ待て。木だ、でけえ木が現れた。とうとう出ちまったぞ、魔人ブーが。知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。みんな殺されちまうぞ。みんなだ。黙れ。俺はそんな甘さを消すためにバビディに魂を売ったんだ。誰がどうなろうと構うもんか。そうだ、おめえは完全に魂に売ったわけじゃねえ。ベジータ、すまねえ。こうすしかなかったんだ。
つの頭たちが魔人ブーに戦う。悟空とベジータの戦いによってついに目覚めてしまった魔人ブー。次々とやられていく戦士たちの中、ベジータは初めて自分以外のもののために戦いを挑むのであった。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。うん、怒っちゃった。もう殺しちゃおう。いいだろう、やっちゃえ。あいつはやたら逆らうし、もう用もなる。どうした。何をしているんだ、魔人ブー。ちょっと痛かったぞ。すげえ、ベジータめちゃくちゃ強いぞ。やつもスーパーサイヤ人ももう超えてしまっている。セルと戦った時の悟空、それらしい。あの化け物さらに気をでかくしやがった。なんてことだ。強い上に不死身じゃ話にもならねえ。クソったれ。しぶといやつだ。まだ生きてるなんてさ、僕に逆らわなければいいくらいになったのに惜しいな。こうしてやるぞ。バイバイ。ベジータさえ全く歯が立たない。どうなってしまうんだこの世は。いいぞマジック、やっちゃえやっちゃえ。パパ、トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。え、どういうことパパ。ママを大切にしろって。おい、ベジータのやつどうするつもりなんだ。殺されちまうんだろ。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。ちょっと痛かったぞ。さっさと切る。
倒すには二度と修復できないように粉々に吹っ飛ばすことだ。トラノクス、そしてカカロット。勝った。守るものがあるということがここまで強さを引き出すとは。カカロット、貴様の強さが少しだけ分かったぜ。片耳ずつつけることで合体できるという不思議なアイテム、ポタラ。悟空はそのポタラを手に戦場へ赴いた。そんな中、エンマ様の機転で死んだはずのベジータが悟空の前に現れたのだ。うわっはー、見つけたぞ。ベジータ、黙ってこれをつけてくれ。見たまえ、これがかつてない最強魔人の姿だ。どうした貴様、この程度か。そりゃ言っとくな、この合体は一度やったらもう二人には二度と戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。アルバイ、やっしゃってくれよ。ベジータとカカロットが合体してベジットってことかな。前みたいに鼻がなかった方が良かったんじゃないのか。
俺を怒らせれば怒らせるほど貴様は苦しんで死ぬことになるぞ。分かってやってるのか。強い。あの魔人ブーが手も足も出ない。もう終わりか。こんなに手加減してんのに。それにしてもこれじゃちっとも面白くない。もっと本気でやってほしいな。それとも本気でやってくるざまだったかな。だったら失礼なこと言って悪かった。謝るよ。何をしてるんじゃ。こいつはゲームじゃない。今だ、今すぐ消すんじゃよ。ちくしょう。こんなこっちだよ。そんなはずじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ。俺だって驚いてるんだ。ここまで貴様を突きにできるなんてない。まだ分かってないようだからはっきり教えてやろうか。無駄なんだよ。俺に勝とうとするなんて。貴様なんかどう頑張ったって。いろいろやってみたけどやっぱり無駄だったみたいだな。もういい、分かった。頼むから早く終わらせてくれ。さて、もう飽きてきたからそろそろ終わりにするか。もう少し遊んであげるつもりがうっかり倒しちゃったよ。金髪の兄ちゃんとブーの最終決戦。海王深海を舞台にブーとの最終決戦が始まった。悟空もベジータも2対1で戦う気はなく、2人のじゃんけんの末最初に戦うのは悟空に決まった。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。
カロット、すごいやつだよお前は。あの魔人ブーは俺にはとても叶う相手じゃなかった。あいつと戦えるのはお前だけだ。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるからだと思っている。守りたいという強い力が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれはあるのかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために、楽しむために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦ってきた。だがあいつは違う。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦うんだ。だから相手の命を絶つことにこだわりはしない。あいつはついに まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのを分かっていたかのよう。頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんだよ。頑張れカカロット。お前がナンバーワンだ。そう、ちょっとやりすぎちまったかな。ベジータの体力は限界に。悟空のスーパーサイヤ人3の変身も解け、絶体絶命の状況の中、ベジータは史上最強の元気玉を作るという作戦を考える。魔人ブーとの激闘がついに決着する。始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉？元気玉だって？おい、おめえの歓迎って元気玉のことだったんか。無理だ、そりゃ無理だ。ブーが相手じゃいくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろう、たまには地球の奴らにも責任を取らせろと。少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。よしカカロット、始めろ。なあ、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。元気玉だ。ベジータはらしくない真似をしやがるぜ。ソラ、持ってけ持ってけ。いきなりできるぞ。あいつはご飯たちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。おい、うわー、消すにゃ。これでも多分まだ足りねえぞ。はっ。
もう死にかけだ。俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。時間を稼ぐったって。地球のみんな頼む、頼むから現金をあげてくれ。みんなの助けが必要なんだ。孫悟空だ、孫悟空だ、スノー。そうよ、絶対そうだわ。声に騙されるなって。絶対魔人ブーの仲間だ。あんな、無視無視。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。え、サタン、サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるってミスターサタンだったんですか。そうだ。俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸せんだ。まあまあ、しょうがないけど。
慣れてろベジータ、行くぞ。悟空さん、ドラゴンボールの力で悟空さんの気が元に戻ったでしょ。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。一対一で勝負して。待ってっかんな。おらももっともっと腕上げて。終わった。手間取りやがって。チッ、嬉しそうな顔しやがって。ほんと、ムカつく野郎だ。みんなの力、地球の力、そしてドラゴンボールの力によりついに魔人ブーは倒れた。ドラゴンボール Z の話は一旦ここでおしまいである。だが悟空たちの戦いはまだまだ続く。おお、新しい、とにかくいろんな空の孫まで出てくんだってよ。